皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野裕二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばすことなくお読みください。どこか一箇所でもね承諾できないという方がいらっしゃいましたら、この動画の続きを見ることはできませんので、必ずここで動画を切ってください。すべての文言に承諾できる方のみこの動画の続きを見ることができます。言葉、日本語理解できない人、日本語読めるんだけど言葉の内容がわからない人はこの動画見ることできませんので、ここで切ってください。それでは行きましょう。 LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想を送ってください。ステッカーを販売しております。令和元年9月6日金曜日、暗号資産草コイン中野研究会。もうね、夏休み終わってしまって9月6日金曜日ですね。なかなかね動画を撮影することができなくてね、ようやく金曜日なんで撮影してます。毎日忙しくてね、一応ね、YouTube ライブは毎日やってるんですよね。最近夜とね朝もやってるんですよ。1日2回もやっててね、そんなんやってないじゃないかっていう人いると思うんですけどね、有料会員制度でね1月1万800円をねお支払いいただくとね、LINEPay でも銀行振り込みでもいいんですけどね、そうするとね、毎朝ですね、夜はだいたい9時とか10時半10時ぐらいからかなやってます。9時とか10時ですねから2時間ぐらいやってます。朝は、8時50分ぐらいからねに、1時間ぐらいやってるかな。はい、だいたい FX やってますね。ドル円 FX のやってます。ほんで日中はですね、私も、本業があるのでね、ライブはやってないんですけど、一応 FX やってますから24時間ねやってるんで、LINE グループでね、今僕がショート入ったとかねロング入ったとか、今のね相場解説なんかをやってます。FX ね、今週はほら指標発表がね毎月の第1週はですね、指標が目白押しなんだよね。アメリカのニューヨークのね指標発表がね夜ね、だから相場が荒れまくりです。なので今週大損をした人結構いるんじゃないですかね。で特に第1週の金曜日はですねアメリカの雇用統計がありますので、今や全く動かないですけれども、それでもね、一応一番大きい指標発表だということで恐れられててですね、相場がね、この第1週の月曜日から変な動きばっかりしますからね。ですから、FX でね、為替 FX で、食べていきたいと思う方がいらっしゃるならば、毎月第1週は一切やらないことですね。はい、相場、チャートを見てるとやりたくなっちゃうので、チャートを見ないこと。だからスマホとパソコンを家に置いて1週間、温泉旅行に行くことですね。それが、あと海外旅行とかね、それが、資産を残すことにつながりますね。第1週は相場が荒れまくりなので、はい、勝てない、大損する人多いですね。FX YouTuber でも、小野ちゃんは、今週1週間で40万円ぐらいね、損してましたね。今旅行行って北海道とか行ってるみたいですけどね。あと FX のドラさんはまたね今週95万ぐらい92、95万ぐらいの、大損失をね昨日1日で出してましたね。辛いと思います。あとリオナちゃんも、昨日は3万円ぐらいのマイナスを出されてましたね。その他ね、アキさんとかもいらっしゃいますけれども、誰も勝手に、機械になって担々麺のカニトレーダーのカニさんだけは少し儲かったかもしれないですね。はい。で、今日はですね、FX の話じゃなくてね、ちょっとノアコインの話をしないといけないんですよね。で、実はですね、まだ間に合うということで、ノアコインってね、8月31日までに BTCNEXT っていうですね、取引所、新しくできた取引所へ送金をしないと、ノアコインなくなっちゃうよってアナウンスがされてね、ですごく一生懸命やったんですよね。で、私も日本全国飛び回ってですね、ノアコインの送金ができないと、マイイーサーウォレットから BTCNEXT の送金できないとか、レジャー 7S、レジャー 7S にノアコインが入っててね、で、マイイーサーウォレットと連動ができなくて困ってるっていうことで、まあ、8月は2万円でですね、2万1600円か、消費税合わせて、まあ、日当2万1600円もらえばですね、日本全国裏々、漁村、農村、どこへでもね、海外にも、まあ、行きますよと。あと、まあ、もちろん、旅費、交通費はね、もらえますけどね。まあ、旅費、まあ、新幹線が必要だったら新幹線往復代、飛行機だったら飛行機往復代、あと宿泊伴うんだったら、まあ、宿泊代、まあ、安いですけどね、宿泊ね、今ね、安いんですけど、ホテル代ね。もらって、鹿児島から北海道まで、ずっとね、7月、8月は飛び回ってました。で、それがね、1ヶ月伸びたんですよ。はい。1ヶ月、このノアコインのね、BTCNEXT への送金が、今月末、9月30日まで伸びましたんでね、まだ間に合うということで頑張ってください。あと、忘れちゃいけないのがね、アンケートに答えることで最終的に終了すると。で、ノアコインの救済措置もあるみたいです。どういうことなのかというものをちょっとやっていきます。で、まあ、最新情報としては、1番、ノアコインを BTCNEXT へ送金する期限は8月31日から9月30日に延びましたということです。それと2番目、アンケートに答えて提出しないと新しいノアコインをもらえないみたいですと。なので、今日はね、アンケートの答え方をやります。で、3番目、ノアコインのコミュニティに参加してくださいと案内が来てます。で、それなので、ちょっとウェブ見てみましょうね。で、まあ、皆さんのところにね、来てると思うんですけれども、BTCNEXT の取引所を開設した人にはですね、まあ、僕、Yahoo メールで開設したんですけど、BTCNEXT サポートチームの方からですね、こういうメールが届いてると思いますよ。で、なんだこれっていうことで、まあ、読み飛ばしちゃってる人も多いと思うんですね。で、まあ、もちろん、その BTCNEXT の口座開設をしていない人には届いてないと思うんですよね。で、読んでみましょう。ノアホルダーの皆様へ。皆様。今日は9月3日です。ごめんね、これちょっと3日前のやつですね。今日9月6日ですけど。そして我々は現在トークンスワップについてたくさんのご質問をいただいています。ノアホルダーの中には、ノアホルダーっていうのはノアコインを保有している人ってことですね。中には、いまだ BTCNEXT っていうね、ノアコイン財団が作った取引所なんですけどね、いまだ BTCNEXT へ送金できていない方がたくさんいらっしゃいます。まあ、ほとんどの人はマイイーサーウォレットに入れてるかな。それか、ICO でノアコインを買った人はマイイーサーウォレットとかレジャー 7S に入ってますよね。で、まあ、ICO で買ってなくてね、上場した後に買った人は、ヒット BTC とか、ヨービットとかメルカトックスに、ノアコインを、購入して、そのまま置いていると思います。で、ヨービットはね、ちょっと早かったね、あれね、9月28かな。9月30、あ、8月ね、8月31日まで送金すればいいと思ったんだけど、8月29日だったかな。8月29日の夜10時にですね、ノアコイン消滅しました。はい。で、これ、ね、送金9月30日伸びたって言ってもですね、ヨービットのノアコインはもう消滅してないですからね、8月30日の夜10時、22時にですね、ノアコインは消滅して、他のコインに変えられてですね、代替コインに変換されてしまいました。まあ、ちょっとね、ひどい、ヨービットは本当にひどい話で、ノアコイン財団と、ノア財団とちょっと喧嘩してるみたいですね。はい。で、そして BTCNEXT へのノアコイン送金手続きにおいて、自らサポートを買って出ていただいたノアホルダーの方々がたくさんいらっしゃいますと。まあちょっと意味が分かんないですよね。それでまず1番目、まず最初のお知らせとして、すべてのノアホルダーの皆様に敬意を表し、ノア運営側は今回のトークンスワップを2019年9月30日まで延期することと決定いたしましたと。まあ、敬意を表しってこうね、よくわかんない日本語使ってるからよくわかんないんだけど、結局ですね、トラブル、苦情が山積したと。待てよと。まだ送金終わってねえんだけどっていう人がね、半分以上いたっていうことなので、1ヶ月延ばしたと。で、僕は伸びると思ってました。もう無理だから、もうすっごい難しいですから。後でお話しますけど、すごい難しいですね。パソコンの人それぞれにですね、パソコンのね、例えば Windows のバージョンが違うとかね、ウイルス対策ソフトが何入ってるか、とかでですね、マイサウォレットがね、立ち上がったり立ち上がらなかったりね、送金できたりできなかったりしますから、それ一つ一つね、状況を確認しないといけないですね。だから、コミュニティでね、こういう状況なんだけど、つったら、それはこうすればいいですよって返事が来たところで、自分のパソコンがね、一般的な状況のパソコンでない場合は、うまくいかないですからね。で、丸2番、その後、我々はノアホルダーの皆様に新ノアコインを配布させていただきますと。これね、本当は9月5日だったんだけど、10月1日あたりをめどとしてって書いたんで、まだ決まってないんで、まだ伸びるかもね。もうわかんないですね。早くしろと。で、さらに、旧ノアコイン1枚は新しいノアコインの名前はノアプラチナムっていうコインね。1枚、1対1の等価交換ですね。だから、いや、嘘だろうと。1対100とか1対1000かと思ったんですよね。嘘だろうと。じゃあ価格変わんねえじゃねえかよって、これ。変わんねえ。1対1000ぐらいかと思ったんですよね。そしたら、1000倍になるからね、価格がね。もうどんだけ、もうね、100分の1ぐらいになってるのに、1対1だったら100分の1のままじゃねえかよと。これにはちょっと、これしょうがないよね、でもね。で、丸3、すでに BTCNEXT へ送金を完了されている皆様は、以下のフォームにご入力およびご提出をお願いしますということで、これアンケートなんですけど、アンケートに答えないと、最終的には、新しいノアコイン、ノアプラチナムっていうコインね、もらえないって書いてあるんですよ。で、すべてのノアホルダーの皆様が以下のフォームにご入力いただくことは非常に重要ですと。なぜなら、新ノアトークンを曜日とのような詐欺取引所に送金させないために先日のアナウンスメントをご参照ください。これさ、やばいよね。このノア財団がさ、曜日とのような詐欺取引所って書いてあって、曜日とってやっぱり詐欺取引所なんですかね。わかんないですね。ノアホルダーの配当対象者に対して予定通りに配当が行えるようにって書いてあるので、やっぱり、アンケートにね、100% 答えないとダメだということなので、そんなことないだろうと、BTCNEXT の取引所に送金するだけで、新しいノアコインもらえるって言ったのに、もう次から次へと出てくるんですよ、この仮想通貨って。だから、きちんと送金したんだけど、アンケートに答えてなかった。だからもらえなかったっていう人もいっぱい出てくるんじゃないですか。じゃあまた1ヶ月伸ばしますとかね、2ヶ月伸ばしますとか、ちょっと考えられるかなと思いました。で、ノア運営側がノアホルダーたちの状況を抱える問題をしっかり理解できるようにと。もしあなたが BTCNEXT へ今すぐノアトークンを送金できなくても、以下のフォームを必ず入力ください。私たちがあなたをサポートしますって書いたんですよね。だからまだね、BTCNEXT で送金してない人は、アンケート書いてくださいと。そしたら、なんとかしますってことですね。助かりますね。で、あとね、テレグラムチャットとか LINE オープンチャットとかね、あるんですよね。このコミュニティがあるので、僕はこのね、LINE オープンチャットに入りました。もうね、たくさんの人がね、送金できないんだけど教えてください、教えてくださいっていっぱい来てて、他のね、周りの人が、一生懸命24時間教えてるって感じですね。それでなんとか、自分でね、送金できた人もいれば、パソコン全くわからないので、もう諦めましたっていう人もいますね、いっぱいね。どうすればいいんですかね。ちょっと一通り読んでみますね。で、後でここリンクをして、これアンケート答えていきます。で、このリンクはね、後で動画解説欄の一番上に貼り付けておきますので、皆様もここでね、アンケート、あとここら辺もね、テレグラムとか LINE オープンチャットとかも貼り付けておきますから、動画解説欄にね、この動画のね、皆さんご活用、リンクをクリックして、アンケートに答えたり、ここら辺のコミュニティに参加してください。4、もしこちらのアンケートの入力方法で疑問がある場合は、スワップ勉強会コミュニティにご参加くださいと。はまあ、ウォレットの使い方がわからない、BTCNEXT への送金方法がわからないなど、スワップ勉強会コミュニティにて全てサポートさせていただきますと。ちょっとわかんない。まあ、ここら辺の、コミュニティってのはまあグループですよね。入ればみんな、いろんな人が教えてくれます。はい、無料でね、教えてくれます。5、新しいのはブロックチェーンに対して、どのような新しい機能が追加されるかについて。現在我々は経済・ファイナンス分野のスペシャリストたちに、持続可能なファイナンスモデルの作成を依頼しています。彼らはノアプラチナムコインの価格を強く維持させるためにトークンサプライをアンロックできる分散型エコシステムの構築を現在進出していますと。もう英語を日本語にして、英語自体がよくわかんない英語だから日本語も全くわかんないですね。はい。何やりたいのか全くわかんないですね。なんで、他人に任せるなって、他人にビジネスモデル任せるなってことですね。で、6、ノアホルダーの皆様、我々はあなたおよびノアコミュニティ全体のために明るい未来をもたらすため全力を尽くしていることを忘れないでって知らねえわ。今までね、住所も教えない、電話番号も教えない、メールを出しても返事がないと。全力出してんのって感じですね。で、7、我々の目標はセカンダリーマーケットにおけるノアトークンの需要を大きく上げ、ノアコミュニティ自体をグローバルな規模で広げていくことですと。いつも応援していただきありがとうございますのチームよりと、住所もね、何もが書いてませんと。はい、それで9月5日、あ、昨日ですね、ちょっと終わっちゃったんですけど、なんかあったってことですね。イベントのテーマがあった。夜7時ですね、なんかあったんですね。はい。まあこの辺も全部ちょっとどうしようかな。まあ貼り付けておこうかな。動画解説欄にね、貼り付けておきますので。あ、これ全部貼り付けておこうかな。どうしようかな。まあちょっとある程度貼り付けておきますね。まあこれ貼り付けてもしょうがないから終わっちゃったからね。あ、でも YouTube チャンネルって書いてありますね、これね。はい、それではまずは、このね、アンケートをちょっと解説していきましょう。これですね。まあ、のはトークンスワップっていうのは、まあ、コイン、交換ですね。通貨交換ですね。ノアホルダーの皆様へ、こちらはアントンですと。私は今回のはトークンスワップに関してあなたが抱える問題を解決するために、魔法の質問表をご用意いたしました。まあ、怪しいけど、頑張ろう。ノアホルダーの方々の多くはノアサポートにたくさんの E メールを送っても返信をもらっていなかったり、ノアチャットの中でサポートが必要だと発信してもサポートを受けられていなかったりと、このようなケースを多々目にしています。よってこの魔法の質問票を記入していただくことにより、ノアトークンスワップについて、あなたが抱える問題を解決しましょうということでね。まあ、いきなりね、ノア財団が、投資家に近づいてきてるんでね、また新しい仮想通 ICO をね、売らされたりとかあるかもしれないんで、そういうのは気をつけた方がいいですね。私とプラチナムエンジニアリング社っていうのを、プラチナムエンジニアリング社っていうのがあるんだね。新しく会社作ったのかな。あなたがノアコインについて抱える全ての問題を解決いたします。そしてあなたの旧ノアトークンを新しいノアプラチナムトークンへスワップ、交換をお手伝いします。以下の質問票の記入をお願いします。もしあなたが旧ノアトークンを新ノアトークンへスワップしたのであれば、この質問票を、このメッセージを受け取ってから3日以内に記入し提出してくださいっていうのがまた怪しいね。3日以内ってもう3日過ぎてんじゃんかよって。どういうことなの？心配は無料ですって書いてあるんだけど、心配だわ、3日以内って書いてあってね。まあ、ゆっくりでも大丈夫だそうですけどね。1番、もしあなたがこのファイル内の全ての質問に答えられない場合は、答えられるものだけでも構いません。答えられないものに関しては飛ばしてもらって結構です。この質問票は完全に記入されていなくても提出いただくことが重要です。まあ、僕ね、ちょっと見たんですけど、11ページあるんだけど、まあ、自分には関係ないものばっかりなんでね、パパパってまあ5分ぐらいで終わっちゃうものです。で、まあ、あれですね、まあ、メールアドレス書いたりね、BTCNEXT のID、まあ、いわゆるメールアドレス書いたり、マイサウレットの、ウォレット ID を入れたりするんだけど、パスワードとかね、そういうのは記載する場所がないので、この質問がね、ちょっとまた偽物かと思ったんですけど、まあ、どうやら本物みたいですね。大丈夫そうです。括弧にもしあなたがすぐにこの質問票の回答ができない場合、例えばこのメッセージを確認するのが遅かった、もしくは提出するのを忘れてしまったなど、この質問票に対する回答は気づいた後になるべく早く提出していただければ結構ですということなので、3日以内じゃなくても大丈夫ですと。まあ、9月いっぱいくらいかな。そしてこれにより、あなたは真のトークンを受け取る権利を得ますと。じゃあ、提出しないと真のトークンを受ける権利を得ないのかと。そんな感じに思っちゃいますよね。マジって、これ全員のアンケート見るのって、ノアコインって10万人以上が購入してるみたいですけどね、大丈夫なのかな。ただ、あなたの回答の提出が遅れれば、真のトークンを受け取る日時も少し遅れるかもしれません。真のトークンの配布は早い方から順に配布となりますと、いうことですね。それでここにメールアドレスが、ね、一番あるので、ここにメールアドレスをまず入れますと。で、私は Yahoo メールなんでね、ここはですね、僕はBTCNEXT と同じメールアドレスにします。BTCNEXT のね、口座 ID はメールアドレスですよね。だから、BTCNEXT と同じでも、同じの方がいいかもしれないね。お名前。まあ、日本語で書いてあるから、日本語でいいんじゃないかな。まあ、BTCNEXT 取引所のご登録のメールアドレスか。あ、まあ、ここは、まあ、さっきと一緒ですね。名前は、ちょっとわかんないですけどね。まあ、名前は、まあ、じゃあ、英語にしておきますか。あ、だから、有事だからだよね。だよね。そして、BTCNEXT のご登録のメールアドレス。まあ、ID ですよね。ちょっと待ってくださいね。録画されてるかな？されてますね。だから、BTCNEXT の ID、メールアドレス入れましたよ。で、Telegram は参加してないので、これはなしと。僕は参加してないですね。で、Telegram のご登録の電話番号もやってないですね。LINE は、一応、こうだね。LINEID、マイナンバーマーク。はい、次いきます。プレセールスまたは IC を実施時のノア購入情報ということですね。ノア購入時に登録した利用したメールアドレスと。だから、プレセールスまたは IC を実施時のノア購入情報ということなんで、僕はね、プレセールスとか ICO でノアコイン買ってないんですよね。だから、メールアドレスは書かなくていいんですけど、ノアコインを ICO で買った人は、The email address you use to know at the presale は ICO stage if you have more than one address, please だよね。だから僕は買ってないんだけど、もしね、ノアコインで買った人がいれば、まあ、こう書くってことですね。その時に買ったメールアドレスね。まあ本当は僕は ICO じゃないんでこう書かないですけどね。だからちょっと書かないと。で、のは購入時に利用したイーサリアムウォレットアドレスと。だから、あれだよね。マイサウォレット。ちょっと待ってね。マイサウォレットのアドレスってどこで見るかというと、マイサウォレットってあるでしょ。僕、マイサウォレットは、これ間違いないよね。これですからね。マイサウレット MEW ですからね。で、これ新しくなったんだよね。新しくなったんだけど、古いやつを見たい場合は、ここ、一番上に Click here to go back、ヴィンテージものの古いね、この、あ、これ見たらキャラでしょ。皆さんこれでやってたよね。だからこれの、アドレス、古いアドレスっていうのは、View Wallet Information。まあ、これでね、こういうのが出てくるわけでございますね。だちょっとさ、僕今、新しくクリエイトしようか。クリエイトニューウォレット、エンター、パスワードね。クリエイトニューウォレット、パスワード、do not forget。パスワード、ちょっと待ってね。これで作りますよね。セーブやキーストーンファイルと、キーストーンファイルをダウンロードしてくださいということで、MT4 インジ、MT4 インジでキーストーンファイルをやると。で、I understand continue と。で、プライベートキーね。僕何も入れないから、これ、皆さんにバレても大丈夫だからね。はい。で、プライベートキー一応ここに貼っとくよ。で、これ保存しとかないといけないけど、プリントペーパーでセーブしたから次ね。はい、それで、僕は今プライベートキーで入ろうかなと。プライベートキーでここにプライベートキー入れてアンロックすると。はい、プライベートキーってこういうやつだからね。これ写真撮ったりしてる人いると思う。アンロックっていうのも解除するってことね。はい。あ、これ、そうですね。で、Your Address ってこれがそうなんですよね、これ。だから、新しく作ったでしょ。だから、これで今、新しく作ったんで、もう一回いくよ。ここでね、マイサウレットで、例えばさ、こう上から、これね、これがそうですから、例えば、まあ、これ新しい画面のやつだったら、これ Create New Wallet だから、こっちですね。Access My Wallet。これを押してですね。そして、ソフトウェアですね。ソフトウェアで入るよと。で、もしね、メタマスクだったらこれ。それで、レジャー 7S だったらハードウェアだからこれを押すんですけど、まあ今はこれ、普通の人はキーストーンファイルかプライベートキーで入りますよね。で、今、プライベートキーで入りますよと。で、コンティニューをして、ここにですね、まあ、ここね、これがそうですから、コントロール A と押すとね、全部選択できるんで、今度コントロール C と押すんですよ。ね、普通はまあ、こうやってコピーって言うんだけど、で、ここに貼り付けると。そして、アクセスウォレットってやるでしょ。で、こうやって入れますから、ね、これ僕、何も入れないですからね。何にも入れないですから、プライベートキーバレてるから。で、ここにアドレスってあるじゃん、ここ。これがそうなんですよ、これが。で、これをコピーして、ですね。で、ノア購入時に利用したイーサリムウォレットアドレスに、ここに貼り付けをするわけ。こうやって。ね、こうやってね。これちょっと長いですけどね。でさ、もう一回やるよ。で、これは新しい画面は、ここね、アドレスね。マイサウレットのアドレス。はい。それで、もう一回やるよ。マイサウレットの、古い画面でやる場合には、これ一番上、Missing the Vintage、マイサウレットみたいですかと。これミッシングってさ、こう、なんか、まあ、熱望っていうかさ、前なんか、久保田利伸がさ、ミッシングって歌ってたよね、そういえば。叶わない夢ならば、きっと忘れたいのに、忘れられないすべてが、じゃなくて、で、これ昔のやつね。去年までのやつ、これだから。で、これを押してですね。まあそうだな。このビューウォレットインフォメーション。これを押してですね、で、プライベートキーでと。で、ここにですね、まあ、秘密鍵。まあ、秘密鍵なかったら、キーストーンファイル、JSON ファイルなんだけど、まあ、一応秘密鍵あるでしょみんな。なくしちゃった？どっかに、パソコンのどっかに保存されてると思う。で、今ちょっとアンロック、今アンロックかけてますから、ちょっと待ってね。はい、これの、ここ、View Wallet Information、これ、Your Address って書いてあるでしょこれ。ここに。Your Address ってのはあなたのアドレス。あなたのマイサウォレットのアドレスだから、ここのとこね。これをコピーして、これ一緒だよね。だから、0xCE5E33937 でしょだから、一緒でしょ ?0xCE5E33937 一緒でしょ新しいマイサウォレットも、古いマイサウォレットも一緒でしょでこれ貼り付けと。で、こうやってくださいよってことですね。ノア購入時に利用した、マイサー、ウォレットね。うん。だから、それかね、まあ、マイサーウォレットに入れた人が多いと思うんだけど、まあ、こういうことですね。で、あくまでもプレセールスとか ICO で買った人ですね。うん。だから僕は、ノアコインが上場した後に、ヨービットで買ってるんで、ここは入れません。ただし、ノアコインを ICO とか、プレセールスで買った人はこれ入れてくださいよ。今言ったようにね。でも分かんなかったら僕に電話いただければ、まあ、千葉県松戸市まで、松戸駅まで来てくれたら、パソコンを持ってきてくれたら、21,600円でいいです。で、ちょっと僕の方ね、ちょっと遠いから出張で来てくれって言われたら、21,600円の日当プラス交通費ですね。で、あまりにも遠ければどっかホテル泊まるんでね、ホテル代もまあ5,000円ぐらいだと思いますけどね。買いますと。はい。で、次、プレセールスや ICO 実施期間中にノアを何枚購入されましたかと。How much did you buy no at the presale or ICO stage でしょ？だから、何枚って、まあ1万枚、10万枚とかなんですけれども、まあそれはわかるよね。マイサーウォレットの中に何枚ノアコインが入ってるかって書いてあるからね。わかると思いますので、それはちょっと確認してくださいね。わかんなかったらお電話ください。090-1218-1504 です。まあ、7月いっぱいまではね、日当1万円でやってたんですけど、ちょっと8月からはね、2万円にさせてもらってます。なぜかというとね、1日でね、終わんない日があるんですよね。まあ、レジャー 7S がね、不良だったり、マイサウレットとかレジャー 7S の問題じゃなくてね、一番大きかったのがあれなんですよね。Gmail のパスワード忘れちゃったってやつですね。はい。それでバックアップメールアドレス、まあ、パスワード忘れてもね、パスワードの再設定ってもう速攻30秒ぐらいでできるんだけど、そのためにはですね、バックアップメールアドレスにリカバリーコードが送られていくんですよ。Google サーバーから。で、そのバックアップメールアドレスも、実はもう使ってないメールアドレスをそのまま設定してたとかね。そうするとリカバリーできないんですよ。で、それでね、僕1ヶ月かかった時あるんですよね。ただ最終的にGoogle 本社とやり取りしてですね、ギリギリ8月29日の午前中ですね。午前中の朝9時半に1ヶ月間かけてようやくできました。その時は鹿児島の方だったんですけど、1回目ってね、1日かけてできなくて、結局1ヶ月後に、まあ、1ヶ月間、Google 本社とね、英語でやり取りしてて、で、結局1ヶ月後にまたパソコン、鹿児島行ってですね、なんとかギリギリできました。それは、2回目はね、自腹で行ったんでね、結局そういうことになっちゃうので、1万円だときついんですよね。うん。もうできなかったら、最終的にやんなくちゃいけないからね。はい。なので、少し多めにもらってるってことです。まあ、多めでもないと思いますけどね。はい。それで、これはいいよね。ノアコイン何枚購入されたか、10万枚なのか、100万枚なのか、324万枚なのかって書いてください。だからまあ、324万枚だったら、これ、324丸って、こんな感じだよね。こんな感じで書くということですね。プレスセルス ICU だね。日本語で書いてあるから、日本語でもいいと思うんだけどね、これね。回答は。で、ノアトークンはいつ購入されましたか、整理券をお答えくださいということなので、まあ、だからこれでも日本語で回答できるじゃないですか。あ、だから日本語にしようかな、俺。日本語にしようか。さっきの名前も。あ、まあいいや。まあいいや。やめた。で、これ、いつ購入したか忘れちゃったでしょ、皆さん。それで、これですね。第1期。第1期がですね、ちょっと第1期、第2期。あ、これ見ようか。あー、これわかんないね。第1期がですね、2017年の1月11日から、すごい前だね。2017年1月11日から2月19日まで。第2期が、2017年の4月3日から5月28日。第3期が、2017年7月24日から10月1日。第4期が、そういうことなんですか、これ。ちょっと待って、あ、違う。これちょっと、2016年の1月から4期に分けてプレスセールスを行ってる。2017年でしょ、これ。うん。で、ちょっとわかんないですね。最後が、今年やってたよね、そういえばね。これだから2018年12月11日から2019年の4月30日かな。だからこれが2018年じゃないですか。2017年、第2期って確か払い戻しがあったんじゃなかったっけ。まあ、とにかくこれを参考にしながらですね、見てもらいたいってことですね。あ、うん、そうですね。うん。はい、この期日よね。で、まあ、何月何日かって書いてあるので、まあ、ある程度アバウトでいいと思いますけどね。アバウトって、まあ、ある程度適当というか、西暦なんで、例えば、いつ買ったかなと。2018年のね、10月ぐらいかなと、10月15かなとか、それはこんな感じで出ますからね。うん。はい。で、そうだね。まあ、これはだから、まあ、これプレセールスの人でしょ、で、これはいつ買ったのかだから、多分僕もヨービットで買ったのでね、まあ、一応答えておきます。去年のいつ買ったかな。ちょっとわかんないですね、去年の10月1日ぐらい買ったかな。ちょっと覚えてないですね。こんぐらいですね。ノアの投資金額はいくらぐらいですかということなんで、まあこれね、僕は、一応5万円ぐらいって書いておきますね。あれ？数字を入れてくれって書いてある。まあ、はい。これ、円とか入れないの。単位がわかんない、これ。単位はいいんですか、これね。単位とかいいの？ドルとか円とか入んないの、これ。大丈夫なんですか、これ。まあ、5万円。あ、5万円にしときますね。購入時の17の価格はいくらでしたかって言われても、how much was one Noah token price 100 euro? だから、これ、まあ、プレセールス ICO のですね、ノアコインの平均価格は 0.8 円と言われてるんですよ。で、まあ自分がね、いくらで購入したのかっていうのもある程度わかると思うんですけど、まあ、ただのアンケートって言えばアンケートなんでね、まあ、僕は0.3 円で買ったんだけど、まあ今は 0.04 円ぐらいか、 0.05 円ぐらいかな。ちょっと見てみようか。まあだいぶ安くなっちゃったよね。コインマーケットキャップですよね。でコインマーケットキャップでノアですよね。ノア今下がってんじゃん。 0.0289、 0.03 ぐらいか。また下がってんですね、これね。また下がってんのかよって。だから10分の1になってますね、僕が買った時はね。うん、悲しい。で次ですね。だから皆さん ICO だったらまあ 0.8 とか書けばいいんじゃないですかね。すでに、待って、購入されたノアコインはきちんと取得できましたかと。すでにノアをあなた個人のウォレットで受け取り保管していますかと。まあ BTCNEXT でもいいですし、ヨービットでも、ヒット BTC でもいい。あ、ヒット BTC でもいいし、まあ今日本人は出金しかできないけどね。あとは、まあ、マイサウォレットとかね、レジャー7S とかに入ってますかと。はいと。例えば、エアドロップもやってないってなれば、EA でいいんじゃないですか。うん、したら、多分、ノア財団の人が何とかしてくれると思います。僕はもう、ICO で買ってないんでね。はいです。で、プレ ICO または ICO ステージで、ノアコインを手に入れた場合は、ノアトークンを受け取るのに、あなたが使っていいマイサウォレットのパブリックアドレスを教えてくださいと。は？だからさっきのでいいんじゃないですか。マイサウォレット、パブリックアドレス。さっきのでいいんじゃないですか。まあ、ちょっと待って、ここでやるか。まあ、いいさ、俺と。ここですね。で、アドレス、マイサウォレット、ソフトウェアで証拠かけると、プライベートキーですね。コンティニューでここに入れろと。で、僕のこれ、まあ、秘密鍵ね。本当は秘密鍵こうやってばらしちゃいけないですからね。これデモ用ですからね。で、まあ、日本語にしたければここを日本語ってやると日本語になりますからね。で、これ、こパブリック ID ですね。ここね。アドレス、パブリック ID。はいはい、はい、はい。いいと思いますよ。いいと思います。少々お待ちください。はい、ここですね。このアドレスですね。こうやって。で、これコピー。もう分かんなかったら、まあ、私はちょっとお金をもらうタイプなんですけど、まあ、なかなかね、じゃあ無料でやりますよって言ったところで、まあ、なかなか責任持てないですから、無料。ただほど高いものはないからね。まあ、2万円、僕は2万1600円もらってますけど、まあ、一応、最大限ね、やらせていただきます。僕はあれですから、理系の大学を卒業して、でその後就職は三菱電機で、ビルオートメーションシステムとかね、大規模ビルセキュリティシステムのプログラムエンジニアやってましたからね。はい、その後三菱商事出向して世界中の警察にセキュリティシステムを販売してましたから、指紋照合装置の、はい、ソフトウェア開発やってましたからね、最後はね。あとはプロジェクトマネージャーとかやってましたから、予算管理とかね、結構詳しいことができます。まあOS なんかもね、 OS なしでまあ、先輩っていうかハードウェア部隊がですね、インテル CPU チップを16ビット CPU を基板に乗せてね、それで LSI を組んで、電子基板組んでね、そこにプログラムを書いて、名古屋大学の先輩が作ったコンパイラーでコンパイルしてマシン号に落として、それをラムに焼き付けて、それでOS なしで動かしてましたからね。もうコンピューターの方ではもう何でもほとんど知ってます。大丈夫です。はい。で、秘密鍵ないとかね、そういうのもいろいろバックアップしてきました、マイサウォレットはね。まあ、ただ難しいかもしれないね、本当になくしちゃってたらね。でもどっかに残ってるんですよ、パソコンのどっかにね。はい。で、まだノアウォレットで受け取ってない。ちょっと待って、ここはパブリックアドレスだからさっきと同じよね。プレイ ICO とかまたは ICO ステージの箱を手に入れた場合は、まあ、トークンを受け取るのにあなたが使ったイーサーウォレットのパブリックアドレスをしてくださいです。で、こう書いてくださいと。ここね。これですね。これを書いてくださいと。いうことですね。で、もし、ゴーバー、違う。ゴーログオフと。で、ね、もし古い画面でやりたいなら、ここの上のとこを押して、この古い画面ね。で、このビュー、ウォレットインフォメーションを押して、プライベートキーを押して、これね、プライベートキーじゃなくて、キーストーンファイルで入るんだったらこっちだね。キーストーンファイルやめるからね。今日はね。これでプライベートキーと。プライベートキーでね。プライベートキー。あれちょっと待って。はい。ちょっと今出てこないですね。実のところ。はい。もう一回やろうか。じゃあ。まあいい。少々お待ちくださいよ。これですね、一番上。まあ、新しい画面に慣れてないんだけどって人は、この古い画面を出していただいて、ここにビューウォレット ID ですね。で、プライベートキーを押していただいて、こうすると。あ、ちょっと出てこないですね。まあ、ログイン状態になるかもしれない。ちょっと待ってください。これだよね。ちょっと待って、プライベートキー。あ、じゃあこれでしたね。すいませんでした。すいません。桁数が短かったんでね。だから出てこなかったですね。すいませんでした。アンロック。今アンロックかけてますから。こっち遅いね、ちょっとね。で、Your アドレスですね。これがそうですから。プライベートキー。そうですね。はい。これをコピーしてですね。でここに貼り付けるってことですね。ここにね。で僕は、ICO で買ってないんで、ノアコインが上場してから、曜日とで買ったんだね。ここは回答しません。で、まだノアをウォレットで受け取っていない場合、まあ、ノアコインを買ったんだけど、すごいね、これね。ノアコイン買ったんだけど、マイイーサーウォレットに入れてないですよと。あれ、これすごいね。これ、今年の2019、今年の、去年のじゃなかったっけ？去年の5月、あ、去年か。あ、去年で終わりだね。ノアコインって去年上場してるもんね。去年の5月31日で終わりでしたよね。あれ？もっと前か。エアドロップ受け取りはね。で、ご心配は無用ですと。状況をどこまで行っているかご説明くださいということなので、これ日本語でね、すいませんと、すいませんじゃないか、ノアコインをICO で購入しましたが、まだイーサーウォレットへ、エアドロップしておせん。まあ、こんな感じで書けばいいですね。まあ、僕はICO で買ってないんでね、まあ、これはいいですけど、だから良かったですね、救済してくれるということで、私のところにも何人かに電話で問い合わせ来ました。ノアコインを ICO で買って、まあ、イーサリアムでね、送ったとか、ノアコインの、プレセールス、まあ、大輝とかだったら、大輝は確かビットコインを送金してノアコイン購入できましたよね。まあ、ビットコイン送金したとか、イーサリアムを送金して、ノアコインのサーバー上にはあるんだけど、ノアコインが。ただダウンロードしてないと、ノアコインをね、マイイーサーウォレットにね、そういう人結構いますよね。そういう人はそういう状況を書いてください。で、次いきます。購入されたノアが失われたことはありますかと。あなたのイーサリアムウォレットにアクセスできないなどの問題はありますか？アクセスできない場合は、あなたのウォレットのアドレスをお知らせくださいと。イーサリアム、マイイーサーウォレットのことでしょこれ。マイイーサーウォレットのことでしょで、まあ、例えばね、秘密鍵を紛失してしまい、マイーサー、これ、アクセスできせん。なので、BTCNEXT へ送金。ナーコインを送金できていませんと。まあ、このように書いてくださいね。はい。非常にたくさんいると思います。そうすると、まあ、救済処置。例えば何万枚買って、100万枚買ったんだったら、まあ、しょうがないから、じゃあ、100万枚のノアコインを、100万枚のノアプラチナム、新しいやつをまたくれるかもしれないね。マジで。うん。で、ノアコインを盗まれたことありますかって、まあ、ヨービットとかね。うん、あとは、例えばさ、ヨービットにノアコイン入れてたんだけど、8月29日の22時以降、新しいコインに強制変換されてしまいましたと、に書くといいと思います。で、ノアコインを盗まれたことありますかって書いてあるから、僕はノーなんですけどね。ノーですけども、ヨービットにとか、ヒート BTC とかメルカトックスに入れててなくなったとか、マイーサーウォレットにノアコインにしたら、盗まれましたと。まあ結構いると思いますよ。マイーサーウォレットってセキュリティ弱いから。例えば、マイーサーウォレットの中に、例えばね、100万枚のノアコインを、入れていたら、すべて、盗まれてしまいました。まあね、これと、どういうアンケートなのか知らないですけどね、これね。じゃあ、これ書いたら、100万枚のノアコインのね、新しいノアコインをくれるのかさ、どこまで救済をしてくれるかわかんないけどね。まあ一応書くだけ書くということですね。はい。まあ、マイーサーウォレット入れてたら全部取られたっていう人いっぱいいますからね。私のとこにも結構相談来ます。まあただ、あれなんですよ。マイーサーウォレットもですね、ここのですね、カスタムトークン設定をしないとノアコインの表示が出てこないので、ノアコインがないと。で、盗まれたと思い込んでる人もいると思います。はい。これアカウントアドレスっていうのはこの UR アドレスと一緒ですね、これね。ここね、4379。F0、F4。一緒ですね。こことここは一緒ですね。0、イーサニア、イーサニア。だからカスタムトークン設定ってどうやんのと。ノアコインのカスタムトークン設定ってどうやんのっていうのは、まあ他のね、YouTube 動画を見ていただければと思います。まあ簡単ですからね。ここにノアコインが出てこないから、盗まれてるゼロだと思わないでください。カスタムトークン設定をしないと、ノアコインの表示が出てこない。他のね、トークンも全部、まあコインも全部表示されないので、そこら辺は今一度ね、気をつけてくださいってことですね。はい、すいません。はい、続きまして、で僕は盗まれた時にないので書きませんよ。だからノンか。まあ、ノーでもいいし、ノーでいいか。次へ。配当に関する何らかの質問はございますかと。ノアの配当は受け取っていますか。これは ICO でノアコイン買った人は受け取ってと。僕は ICO じゃないので受け取ってないということですね。だから受け取ってない人はノーで書いてください。ノアの配当に関して何らかの問題を生じていますかと。あった場合は細かく説明してくださいと。例えば、まあ、単利で受け取ったとかね、複利で受け取ったとか、受け取って、BTCNEXT で送金したんだけど、その後の金利は受け取ってないとか、まあ、細かく書いてくださいということですね。で、次。で、取引所でノアを購入した場合における必要情報と。取引所でノアを買ったことがありますと、僕はヨービットで買ってます。購入したノアを外部ウォレットで出金している場合、出金先のあなたのウォレットアドレスを教えてくださいと。もしまだ取引所で保有している場合は、その取引所の名前を教えてください。僕はBTCNEXT に、出勤先のあなたのウォレットアドレスだから、まあちょっとこの辺からね、ちょっと盗まれるんじゃないかっていう怪しい雰囲気が出てきますが、まあ BTCNEXT ですよね。BTCNEXT のウォレット ID を教えてほしいってことでしょ、これ。ウォレット ID でしょ、だから、ノアコインの外部、だから、ヨービットで買って、外部、まあ BTCNEXT に送金したんですよと。だからね、ちょっと今ログインしますけれども、ここが、こうですよね。で、パスワード、ちょっと待ってください。パスワード見ますから。ちょっと待って、パスワード表示されないよな。はい、ちょっと待ってくださいね。パスワードはね、必ずメモ帳に書かないと 100% 忘れますからね。はい。で、何回か間違えるとロックされちゃうんでね、口座が。絶対に書き取ってください。それと、そのメモ帳を忘れないでくださいね。はい。で、いきます。はい。大文字、小文字、数字ですね。こうですね、僕がね。あれ？ちげえって書いてある。え、嘘？もう一回。こうですね。あ、違う。あ、ここは違うんですね。E メール違かった。E メールが、Google でしたね。あ、しまった。やばいな、これ。アンケートちょっとやり直さないとな。コードですね。ちょっと、Google の方に、あ、違う。これは Google 認証の方、Google 認証ですね。だからスマホにですね、Google のアプリを入れてあるので、そこで、1分間で変わっちゃうですね、やつを入れてくださいってことですね。あ、はい。だから、今、554。あ、違う、まだ変わった。ちょっと待ってね。181294 ですね。はい、こうですね。はい、これコンファーム。それで、私のノアコインは、これ、この口座少しだけ入ってるやつですね。あれノアねえじゃん、これ。おいおい。ノアコイン。あ、これですね。1、10、100、1000万、15万。15万1752枚ですね。ここの、まあ、デポジット ID を教えようってことですね。だから、プロシード。まあ、セールス。これですね。これがウォレット ID ですよ。ノアのね。これをコピーして、あ、違う、おい。これをコピーしてですね。教えてくれということですね。なんでこれ、本当か、あ、間違った。もう一回ね、これコピーして教えてくださいということなんで、貼り続けますと。で、出勤先のあなたのウォレットアドレスを教えてください。もしまだ取引所を保有していれば、その取引所の名前を、まあ、BTCNEXT へ送ってなければ、まあ、曜日とか書くんですね。はい。で、ちょっとここでね、ちょっと戻んなくちゃいけないので、なぜかっていうと、BTCNEXT のですね、ID を間違えちゃったんでね、ちょっとそれを、メールアドレス間違えちゃったんで、これだね。うん。これが、違うと。よかった。こうだね。はい。はい、これでいいですね。はい、これでいいと思います。次。消えてないよね、これね。だから、はい、消えてないですね。前の投資金額は、だこれ、円でいいのかな、なんか単位入んないですけどね。はい、消えてないですね。うん。だから該当しないのもところいっぱいありますよね。はい、次。はい、次。書き方わかんなければ、私までね、LINE に、LINE とかメールアドレス、または電話番号、電話で電話して聞いてください。電話番号は090-1218-1504 です。はい、なかなかね、パソコン難しいので、LINE コミュニティとかね、Telegram のコミュニティ入って聞いてもですね、なかなか人それぞれパソコンの状況が違うのでね、難しいですよね。はい、次、ノアコインの取引所、ヒット BTC、ヨービットなどから出金する際に何らかの問題が生じたことはありますかと、僕はないですね。ただ、ある場合もあるよね、送金できなかったとかね。でもし問題があった場合は、細かくご説明ください。例えば、ヒット BTC なんて手数料3割ぐらい取られちゃうんですよ、送金の時に。だから、入って書いて、そしてここにね、送金手数料3割も取られてしまいましたとか書いた方がいいですよね。で、その分また新しいね、ノアトークンあげますってなるかもしれないからね。はい、BTCNEXT でアカウントをお持ちでしょうか？持ってますっていうね。口座をお持ちの場合はご登録メールアドレスを教えてくれたからさっき書いたじゃんって。BTCNEXT でしょ？一緒じゃん、さっき。一緒じゃん、これ。何なんですかね。うん。はい、こうですね。トークンスワップのために、すでにノアコインを BTCNEXT で送金完了していますかと。うん、イエス、だから、送金をまたの場合は利用を書きください。イエスの、if, no, no, please, explain, 説明してくれと、the reason、その理由ね。だ僕は、まあ、イエスと。まあ、はいでもいいんじゃないですか。で、BTCNEXT でノアを送金するにあたり、何か問題は生じていますか？もし問題がある場合は、詳細をご説明ください。ノーだと。だから、ノーだと、俺はね。で、送金、うん、だから、ある場合、ある人は、イエスと、まあ、理由を書いた方がいいと思います。日本語でいいと思いますよ。送金は完了しましたが、まだトークンが BTCNEXT 上で反映されていない場合、どのウォレットアドレス取引、送金されたかお知らせください。または、これは、あれじゃないですかね。トランザクション ID ですね。トランザクションハッシュって書いてあるから、トランザクション ID を教えてくださいと。まあ、ブロックチェーンで調べますよってことなんですけども、まあ、僕はノーです。まあ、大体今、ノアの送金は10分ぐらいで終わりますよね。僕、2ヶ月前にとっとと送金しましたけど、ヨービットから BTCNEXT へとっとと送金しましたけど、その時2時間かかりましたからね。今10分ぐらいで終わっちゃいますね。だからこれ、僕はノーですが、まあ問題、反映されてない場合はイエス。なんか、あ、そうなんで、はい、ってかイエス。なぜならばって書かないとダメですね。他問題ありますかと。問題は終わりだろう。だって、早く、問題終わりだろう。もっと価格を釣り上げろって書きたい。はい、ありますと。はい、ありますと。ノアコインの価格がどんどん下がっているので、私の資産が大きく目減りしてしまっています。なんとかしてくださいと、こう書くといいと思いますよ。問題は終わりだろうと、次へと。はい。オープンチャットとか LINE に参加されていますかということなんで、まあ一応僕は LINE に1個だけ入ってます。はい。ノア&QDAO の LINE のオープン。あ、こっち入ってないですね。いいえなんですね。こっちに入ってんじゃないかな。僕ちょっとわかんないけどね。はい、ノアのテレグラムには入っていませんが、まあ入ってもいいけどね。ノアの LINE グループに参加する。まあ、これは、これなのかちょっとわかんないですね、これ。フォローしてないですね。英語は見てもしょうがないからね。ニュースチャンネルは入ってないです。英語チャットルームには入ってないですと。プロジェクト、イングリッシュチャットに参加してない。英語は読みにくいからね。日本語しか入ってないよね。我々が放送するライブストリームをこれまで一度でもご覧になったことありますかと。ないと。のは、QDAO ってちょっとわかんないよね。BTCNEXT についてのライブストリームをもっとご覧になりたいですかと。はいにしとこうか。はい。のは、コインが利用される。あ、ちょっとお待ちくださいね。少々お待ちください。すぐだから、すぐですよね。ノアコインが利用される具体的な、経済圏って言ったら変だから、お店、ホテルなどを教えてくださいと。知りたいからと。ためと。こんな感じかな。ノアウォレット使用時に何らかの問題や不具合が生じたことは、ノアウォレットは僕使ってないですね。はい。ノアウォレットってなんか作ったみたいですけど、使ってません。もし問題が生じた場合は、具体的に、内容を具体的に説明してください。もし問題がない場合は、国に記入しないでくださいってないと。適切なサポートを受けることはできていますかと。いいえ。サポートを受けたときないからね。ノアチームのコミュニケーションに関して安定してコミュニケーション取れていますかと。いいえ、コミュニケーション取ってないから。いいえと。あなたが最も実装を期待しているノアプロジェクトをご選択くださいと。これかな。新ノアプロジェクト、ブロックチェーン。BTCNEXT エクスチェンジ 2.0 って何ですかね。ノアの未来に大きな期待を寄せていますか。寄せてるに決まってんじゃんね。ノアへの 愛情を点数で評価するとしたら1点から5点のうち何点ですかと。おい、自己満足もいい加減にしろよと。ノアホワイトペーパー 2.0 のアップデート内容に興味ありますかと。あるに決まってんじゃん。早くしろと。今後このようなアンケートに参加希望されると知るよと。ねえ、自己満足いい加減にしろと。ね、ここまでのご回答、ご質問でカバーされていない質問があればご回答してくださいと。まあそんなに言いたいことはたくさんあるんだけど、言いたいことはたくさんあるんですけど、まあもうちょっとやめておこうかなということで、ここで送信するということですね。はい。回答を記録しました。これで終わりですね。はい。で、別の回答を送信ってなんだこれ。あ、また同じですね。もうだから1回も送信したので、もういいと思います。まずはメールアドレスを入れてから、回答するということですね。はい。でですね、ノアコインの緊急移動ということなんですが、まあ、最後のこれだけね、読みますと。で、1、ノアコインを ICO で購入し、断理複利運用をしている方は必ず配当ボーナスを申請を行い、ボーナスを受け取ってから BTCNEXT で送金してくださいと。まあボーナス申請のボタンを押してから、最低48時間かかるということですね。まあ BTCNEXT へ、送金した後も一応ボーナスを受け取れるみたいではありますけどね。で2、マイイーサウォレットと、ちょっとわかんないよ、それはね。で、マイイーサウォレットとレジャーナのやつを連携させて、ノアコインを保存している方は、オペラブラウザをダウンロードして送金を行ってくださいって書いたんだけど、最近はね、このオペラブラウザが使えないようになってるんですよ。だから、オペラブラウザが使えないんですよ、レジャーナの S って。嘘だろうと、これ。だから、Google Chrome で結構です。Google Chrome じゃないと、レジャーナの S 動かなくなっちゃったんですよね。で、大丈夫ですから、これ、動くから。で、レジャーナの S は Google Chrome との相性が非常に悪く送金ができない場合がありますって書いてあるんだけど、今は、オペラブラウザとの相性が悪くなっちゃって、Google Chrome しか動かないようになってますね。レジャーナですね。多分ね。で3、ヨービットなどの取引所にノアコインを保存している方で、まあ、ヨービットとかヒット BTC とかメルカトックスとかね。で、売り差し値注文を入れている方は必ず売り差し値注文を解除してから送金を行ってくださいということですね。まあ、これオーダーっていうところがあってね、欄があって、そこでオーダーが入っている場合は、バッテンを押すとね、解除できます。で、4、レジャー 7S はファームウェアを最新版に更新しないと送金できない場合がありますので、まあ、レジャー 7S はでね、基本的には、購入した時にすぐに24個のね、バックアップキーワードを、専用の紙に保存してるはずですね、皆さんね。それを用いてパスワードを再設定した方がいいですね。うん、それで、レジャーナのアプリをダウンロードしたかな、ちょっと忘れましたけど、新しいファームウェアにアップロードします。これ非常に大変で難しいんですよ。で、まあ24個のね、パスワードを、リカバリーパスワード入れるのもすごい大変なので、まあもうダメだなと思ったら早めにね、私までお電話いただければ、まあ21,600円の日当かかっちゃいますけども、あと交通費とかね、かかっちゃいますけども、まあ早めにお電話いただければね、私のでやります。もうたくさんの方をやってきましたので、まあ、できないことはないですね、もうね。あと5、BTCNEXT が定期的にメンテナンスを行っているので、送金したくても送金できない可能性があります。まあ、BTCNEXT のね、この取引所自体がね、これね、しょっちゅうメンテナンスを行うんですよ、ここがね。だから、ね、例えば九州とかね、北海道とか出張行くでしょ。で、それで、じゃあ送金やろうと思ったらね、メンテナンス中です。しばらくお待ちくださいって出てるんだよね。で、ログインできないんですよ、ここにね。マジって。そんなことあるのって。それでずっと待ち続けて、昼からずっと待って、夜になってね、ようやくメンテナンスが終わってね、ログインできたとかね、口座開設できたっていう。もうそんなしょっちゅうですから。ですから、早めにね、行ってください。で、この、ノアのね、アンケートのアドレスとかは、この動画のね、YouTube の動画解説欄に、ここのね、リンク先を書いておきますんでね、そこからリンクをたどって回答してください。はい、あとは、これで終わりかな。終わりです。ということでね、以上で全てとなります。ノアコインの BTC ネクストへの送金は、9月30日まで1ヶ月延びましたので、まだ間に合うので頑張ってください、皆さんね。せっかくノアコイン買ったけど、全部なくなる前にね、あと1ヶ月間ありますからね、頑張ってください。で、もしね、わかんなかったら、お金かかってしまいますけれども、私までお電話ください。まあ、動画解説欄にも電話番号書いてありますけども、090-121-8150、まあ、ここに書いておこうか。こうですね。はい、私は千葉県松戸市、まあ、東京ですね、ほとんど。東京、千葉県つったって、まあ、東京だからね、隣の川を越えて東京だから、はい、松戸って言ったらすごいね、田舎なんじゃないかってみんな思ってますけど、そんなことないですからね、東京で常磐線で上野まで19分ですから、で、東京まで直通が走ってて、電車のね、快速電車が、24分ですから、東京駅まで。すごい早いでしょ。上野動物園のね、パンダの上野駅まで、19分ですからね、新幹線の東京駅まで24分ですから、すごく早いです。はい。あとは成田空港まで1時間かな。羽田空港も1時間ぐらいですね。だいたい同じぐらいの距離のところにいます。はい。それではね、今日はノアコインのことについてお伝えいたしました。あと、BTCNEXT へ、ノアコインをね、送金しましたので、私のね、21,600円のコンサルティングを受けて、送金を完了された方もいっぱいいるんですが、プラスアルファでね、アンケートにも答えなくちゃいけないってことが、また一つ出てきましたので、それを忘れないようにしてください。あとはノアコイン、のコミュニティに参加するとね、情報がいっぱい来るんでね、もう疲れちゃうんで、まあ、参加されるかどうかっていうのは皆様のご判断に任せます。それではこれで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。